はい、ということでですね、バイオリンを主題に置いたものをもう一度ですね、アレンジしてみたいということで、いろいろ考えた末、こういうロック系のですね、激しい曲にバイオリンでメインでぶっ放すということを企画してみたものの、なかなかライブでぶっ通しやるのは難しいことが今日判明しましたんで、はい、また今後のライブには気をつけてやりたいと思いますが、では最後にですね、少女悟り、一番最後の最後に、この CD の締めくくりの、曲なんですけども、これをやってちょっと激しい曲は一旦終わりにしたいと思います。